父と子と聖霊の皆によって、アーメン。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが皆さんと共に。皆さん、神聖な祭りを祝う前に、私たちの犯した罪を認めますよ。打ち砕かれた心癒すために使わされた主よ、憐れみたまえ。罪人を招くために来られたキリスト、憐れみたまえ。父の右の座にあって私たちのために取りなしてくださる主よ、憐れみたまえ。全能の神が私たちを憐れみ、罪を許し、永遠の命に導いてくださいますように。アーメン。祈りますよ。慈しみ深い父よ、あなたを深く愛する心をお与えください。すべてにおいてあなたを愛し、人の思いをはるかに超えた幸せに預かることができますように。聖霊の交わりの中であなたと共に悠々に生き、支配しておられる御子、私たちの主イエス・キリストによって、アーメン。第一朗読、ユナの預言。主の言葉が再びヨナに臨んだ。さあ、大いなる都ニネベに行って、私がお前に語る言葉を告げよ。ヨナは主の命令通り直ちにニネベに行った。ニネベは非常に大きな都で、一回りするのに3日かかった。ヨナはまず都に入り、1日分の距離を歩きながら叫び、そして言った。あと40日すればニネベの都は滅びる。するとニネベの人々は神を信じ、断食を呼びかけ、身分の高い者も低い者も身に荒布をまとった。このことがニネベの王に伝えられると、王は王座から立ち上がって王位を脱ぎ捨て、荒布をまとって灰の上に座し、王と大臣たちの名によって布告を出し、ニネベに断食を命じた。人も家畜も牛羊に至るまで何一つ食物を口にしてはならない。食べることも水を飲むことも禁ずる。人も家畜も荒布をまとい、ひたすら神に祈願せよ。おのおの悪の道を離れ、その手から不法を捨てよ。そうすれば神が思い直されて激しい怒りを鎮め、我々は滅びを免れるかもしれない。神は彼らの技、彼らが悪の道を離れたことをご覧になり、思い直され、宣告した災いを下すのをやめられた。神の言葉。
話に聞き入れていた。マルタは、いろいろのもてなしのため、せわしく立ちはたらいていたが、そばに近寄っていた。主よ、私の姉妹は私だけにもてなしをさせていますが、何とも思いになりませんか。手伝ってくれるようにおっしゃってください。 主は、お答えになった。マルタ、マルタ、あなたは多くのことに思い悩み、心を乱している。しかし、必要なことはただ一つだけである。マリアは、良い方を選んだ。それを取り上げてはならない。キリストに賛美。 久しぶりに2ヶ月この公開のミサ行っています。この今日の福音書は短くて、去年も同じ場面で2人の姉妹マリアとマルタ、教会の中で両方との役目役割が全てあります。 両方もある人はやっているけれども、別々のやり方も、その修道家の形、あるいは信者さんの一人一人のできることは、教会のためにその役目が似ているものではないでしょうか。いつもこのマルタは忙しくて、でもその心が、そのイエス様に対しておもてなしの 心が持ってイエス様の家に行かせてくださったというマルタの特徴です。その後は忙しいから誰がイエス様と話しかける、そのところでマリアいつもイエス様の言葉をやり取りがあって、それ教会の中でも感想修道会か、 また選挙外に出ていろいろ奉仕することがあります。ある修道会、司祭修道会も、その職業を持てない、ただ自分のところだけミサやっている、そういう形もあります。うちのサベリオ会はいつも外に出ていろんなところ に派遣されたら行きます。第一の6も同じように、ユナ、そのユナは実は行きたくない。でも無理やりに神様の命令でニニベに行って、そのニニベの人々は改心するように、よく神様のメッセージを伝えました。でも実はこのユナは神様に従わないで、 従わないで別のところに行った。でもその前のエピソードは船の中からその罰が来るから、この人はユナは海に追い出されて、そして大きな魚に入った。その場面は昨日の朗読かなと思っています。
私たちその週の会選挙し、いろいろ派遣されたら時々行きたくない、いろんな理由があって、病気かまた文化が合わないか、人との関わり、その人間関係も合わないとか、いろいろあります。でも最初から修道会また選挙会に入ると、その上から命令受けて任命されて、どこに行くのは時々昔は自分の意思ではない、好きじゃないところに行かないといけない、そのユナのところもあります。私たちは一人一人信者として司祭として、何か教会のためにできることあるのか、一人一人そのマリアかまたユナか、そしてマルタのように私たちも他人のために、教会のために、家族のために、その役目が果たすことができますように。もちろんある人は何もしない、ただ教会で通っているでも何もしない、そのタイプもおられます。文句ばかりの信者もいるし、文句ばかり司祭もいるし、人間はそれぞれ、でも全ては神様の子供だから、その教会の生まれた人々、その一人一人神様に愛されているというみんなのために、この一人一人の役目があります。チャレンジされたら教会も生き生きする、何もないと教会もなくなる。今日のミサで久しぶりのこの4人でミサを捧げるということは意向ないけれども、この本祖教会のために、また実は優先はにぎやか、今の時間多分別の形で頃に子どもたちにいるかもしれない、そういった周りの子どもたちのために、またこの向こうの宗教会の信者さんのためにこのミサを捧げたいと思います。神よ、あなたは万物の作り主、ここに備えるパンはあなたからいただいたもの、大地の恵み、労働の実り、私たちの命の糧となるものです。神よ、あなたは万物の作り主、神よ、あなたは万物の作り主、ここに備える漆はあなたからいただいたもの、大地の恵み、労働の実り、私たちの命の糧となるものです。神よ、あなたは万物の作り主、慈しみ深い神よ、私たちの備え物を御心にかなうものとして受け入れ、あなたに仕える者の愛を強めてください。私たちの主イエス・キリストによって、アーメン。主は皆さんと共に。心込めて神を仰ぎ、聖なる父、全能永遠の神、あなたの偉大な技をたたえ、いつも感謝を捧げます。あなたは御言葉である御子によって人を作り、御子の死と復活を通して新しい人としてくださいました。作られたすべてのものはあなたを賛美し、あがなわれた民は喜びにあふれ、救いの技をたたえています。私たちもすべての天使聖人とともにあなたの栄光を仰ぎ、感謝の賛歌を捧げます。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、万軍の神なる主、主の栄光は天地に満つ、天の糸高きところにホサンナ。
思うべきかな主の名によりて来たるもの天の糸高きところにおさんな誠に尊くすべての聖聖の源である父よ今聖霊によってこの備え物を尊いものにしてください私たちのために主イエス・キリストの御体と御血になりますように主イエスは進んで殿に向かう前にパンを取り感謝を捧げ割って弟子に与えて仰せになりましたみなこれを取って食べなさいこれはあなた方のために渡される私の体であるお食事の終わりに同じように杯を取り感謝を捧げ弟子に与えて仰せになりました皆これを受けて飲みなさいこれは私の血の杯あなた方と多くの人のために流されて罪の許しとなる新しい永遠の契約の血であるこれを私の記念として行いなさいの神秘主の死を思い価値を称えよ主が来られるまで私たちは今主イエスの死と復活の記念を行いここであなたに奉仕できることを感謝し命のパンと救いの杯を捧げますキリストの御体と御血に共に預かる私たちが聖霊によって一つに結ばれますように世界に広がるあなたの教会を思い起こす私たちの教皇フランシスコ私たちの司教トマサクイナスマイダマンヨットパウロ・サカエトシヒロすべての教会者をはじめ全教会を愛の完成に導いてくださいまた復活の希望を持って眠りについた私たちの教会とすべての思想を心に留めあなたの光の中に受け入れてください。なお私たちを憐れみ、神の母乙女マリア、主ヨセフと使徒、すべての時代の聖人と共に、永遠の命に預からせてください。御子イエス・キリストを通してあなたを褒めたたえることができますように。キリストによって、キリストと共に、キリストのうちに、聖霊の交わりの中に全能の神父であるあなたにすべての誉れと栄光は悠々に至るまでアーメン天におられる私たちの父よ皆が聖とされますように御国が来ますように御心が天に行われる通り地にも行われますように私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。慈しみ深い父よ、すべての悪から私たちを救い、近代に平和をお与えください。あなたの憐れみに支えられ、罪から解放されて、すべての困難に打ち勝つことができますように、私たちの希望を救い主、イエス・キリストが来られるのを待ち望んでいます。国と力と栄光は限りなくあなたのもの。主イエス・キリスト、あなたは人に仰せになりました。私は平和をあなた方に残す。私の平和をあなた方に与える私たちの罪ではなく教会の信仰を顧みお言葉の通り教会に平和と一致をお与えくださいアーメン主の平和がいつも皆さんと共に互いに平和の挨拶を交わしましょう主の平和神の子羊
世の罪への先端も主よ我らを憐れみにたまえ。神の子羊、世の罪への先端も主よ我らを憐れみにたまえ。神の子羊、世の罪への先端も主よ我らに平安を与えたまえ。神の子羊の食卓に招かれたものは幸い。主よあなたは神の子キリスト、永遠の命の糧、あなたを置いて誰のところに行きますよ。納められる父よ、私たちの祈りに耳を傾けてください。キリストの尊い体を誠の糧として受けたい人々が
神の命に預かるものとなりますように、私たちの主イエス・キリストによって。アーメン。皆さん一人一人このミサに共に祈ってくださってありがとうございます。主は皆さんと共に、全能の神、父と子と聖霊の祝福が皆さんの上に豊かにありますように。感謝の祭儀を終わります。行きますよ。主の日はのうちに。